です。こんにちは。やっと耐火部エンジンの修理完了です。やったー！線ではエンジンがかからないですね。甘い！キックでエンジンをかけてみます。いい感じにエンジンがかかりました。エンジンの吹き上がりも問題ないですね。これで自転車部も 110cc になりました。オイルクーラーもつけたので準備万端です。ハイドリンクも安定しているので、このエンジンなら C125 にも楽々ついていけますね。このリトルカブにはワクワクしていますよ。少し遠出のツーリングも楽々こなせそうです。楽しみが増えましたね。あとちょっと。しかしまだ原因が分かったわけではない。カム摩耗の原因がまだ分かっていません。かなりの削れ方だったので、オイルが足らなかったのか。今までに見たことない削れ方でしたよね。ここまで削れるにはオイルが回ってなかったと考えます。しかしシリンダーが焼き付いてなかったので、オイルは入っていたと考えるのが普通ですよね。そうなると考えられるのはオイルポンプ故障とオリフィスの穴が詰まっているってことですよね。オリフィス詰まりの場合、また腰上ガラスかもしれませんね。とりあえずオイルが来ているか確認します。オイルクーラーの穴からオイルが出てくれば問題なし。なかなか出てきませんね。キックすればもっと多くのオイルが出るはずです。オイルの出てくる気配もありませんね。ここまで来て腰下のバラシとはトホホホホ。まずはパッキンを買わないといけませんね。オイルが出てこない。クランクを開けないといけない。